ず全体的に軽く巻いたスタイルですね。それから、まずは前髪をべっこで取ります。一つで結ぶんですけど、よりルーズにするためにですね、耳から上の毛、大体こんな感じですね。逆側も一緒です。私はこんな感じです。この時に、別にゴムを隠す必要はないです。こういう風に。今からちょっと、ここで編み込んでここに持ってきますので、ではここを2つに分かれます。開けましたら、ロープ編みっていうんですけど、ここもちょっと落としていきましょうか。開けましたらロープ編みです。前にねじりながら上の毛を下に持っていきます。こういう感じですね。これがロープ編みです。結構みんなやってる。毛先まで持ってきましたら、ルーズにしないで引き出していきます。この時に爪で、引っ張ってあげるのがポイントですね。そうしましたら、こちらをコンビで留めていきます。そしたらこれをクロスして貼っていくんですけど、先に止めちゃうとここが出づらくなっちゃいますので、まずここを出していきましょう。出す時も、まずは根元の方から出していきます。細く爪でつまむイメージですね。ピンの刺し方は一回根元に刺してからグッと押してあげるんですね。親指押さえてるところに刺してあげる。例えばここが緩む場合は、こういう UAB というものなんですけど、これを毛長に沿って刺してあげると、ピンが見えずにしっかり止まりますので、はい、使ってあげます。で、見るバランスとしてはここですね。ここをもっと引き出してあげた方がいいですね。ここも出してあげると。でしっかり止まっていると引っ張ってもあの崩れませんので、基本的に顔周りを巻くときリバース外巻きで巻いていきます。この時もねじったりせずシンプルな巻き方ですね。これが一番可愛いです。毛が多いやつは僕でしたら、取ってあげて丸ませて、ちょっと引っ張ってあげて、ちょっと肉なので耳がないですけど、耳の裏に取ってあげます。
から見てきますので、いいでしょうか。結構言いましたけど、